オリオンです。今回の雑学はこちら。女の勘と男の勘、どっちが鋭いのか。一般的に男は嘘が下手で、女は勘が優れていると言われています。確かに浮気をしている男女を比べた場合、男の方がバレやすいんですね。しかし浮気調査をする探偵によると、女の勘は大したことがなくて、男の勘の方が鋭いというんですね。夫が妻の浮気の調査を依頼した場合、妻の 100% 資格が黒だった。逆に妻が浮気の調査依頼をしてきた場合では、夫が黒の確率は約 70% だったと。女性の場合、確証を対処せずに調査を依頼することが多いと。反対に男性は浮気の確証をほとんど掴んでから調査を依頼する。そこが違いということです。